最新のクロマトグラフィーデータシステムであるオープンラボ CDS2 は GC、LC、シングル四重極の GCMS と LCMS および他社の一部クロマトグラフを制御できます。より直感的なデザインを採用することで初めての方でもすぐに操作を覚えることができます。シーケンステンプレートを使用して基本的なサンプルリストを提出可能なシーケンスに変換したり、シーケンスをドラッグ&ドロップで作成したりすることができます。ピークエクスプローラー機能では多数のクロマトグラムを視覚的に比較して外れ値や傾向を瞬時に特定することができます。レポート作成も柔軟性が高く、テンプレートをもとに自由自在にカスタマイズできます。従来 Excel で行っていた関数計算もレポート内で行うことができるので、 Excel にデータを移す手間が省けます。ユーザーが行った操作は全てが自動的に監査証跡に記録されるため、さまざまな規制で求められている基準をクリアできます。オープンラボのネットワークシステムを導入すれば、自宅などラボ以外の場所でも分析をしたりデータを解析することもできます。詳しくはアジレントテクノロジーのホームページをご覧ください。